北海道大会を皮切りに、はい、今日まで全国5カ所を縦断したタクフェスティバル、うん、無事ね本日グランドフィナーレを東京で迎えることができました、はい。家元どうですか、これまでの夏のみんなの活躍。そうですね、感無量といいますか、まあ、タクというのは本当に私ももう何十年やってますけれども、まあ、タクっていうのはあの毎回言うように、あの大乗仏教と小乗仏教って言われてますまたそれかい、それいいですよ、それなので、あのまあ、本当はあの、はい、こうやって皆さんに啓蒙していくとかそういうのはね、あの大乗仏教の方の関係なんで、そういうことなんですか、タクっていうのは自分に対してのタクですから、はい、自分に対してのタク、それはあんまり本意じゃないんですが、ここまでやっぱりイベントが大きくなると、私もこれからちょっと大乗仏教の方にあの行こうかなっていうそんな簡単に言って、そういう記載します、記載するぐらい、みんな頑張ってくれたと、いうことですね、それではですね、太田家元の開会の言葉とともにテープカットに、なんかキョトンとしてますけどね、皆さんあの暑いんで、これあそうです、大丈夫ですか、もうちょっと慣れるまで、時間かかると思いますけども、じゃあテープカットですね、行きましょうか。本来はあの太田家元と戦闘機関の社長の社長はどうしました、福田社長の二人でということだったんですが、福田さんは、福田さんはあの戦闘ギガを車で出られたんですよ、今こちら向かってるんですよ、向かってるんですよ、ところがですね、車が混んでて、なんとたった普段10分で着くのに、もう夏休み最後の土曜ということで6時間ぐらいかかるということなんですよ、大変な車に乗っちゃってますね、なんかすごい1キロ渋滞なんだけど動かないらしいんで、そんなにかかるようになったら全国でニュースになると思いますけどね、いやいや、なんか大事故が起きてますからね、いやいや、きっとなんかやっぱ混んでるみたいな、あ、そうですか、それで今日は、その代理ということでですね、高村様にお越しいただいて、一度あの番組の方でもですね、あ、すいません、じゃあこちら、出ていただいたこの高村先生に、大変だ、なんかどっかの幹部みたいな人、そうそう、結構どっかの幹部っぽいですね、はい、うん、さあそれではですね、太田家元のまず開会の言葉をお願いしてからですね、高村さんとともに、はい、一応ここに開会のことは書いてありますんで、はい、はい、わかりました、じゃあ早速いきたいと思います。全国縦断タクフェスティバル95東京大会の開幕をここに宣言する。スーパーファミコンアワー爆笑問題の夏休みの王様。タクフェスティバル95スペシャル全然さ、出とちっちゃったよもうさ、つまずいちゃって最初からつかみは大失敗って感じ、なんか結構今までいい雰囲気でこう来てたのにね、あ、来た来た来たよ、ようやく音楽来たの、しかしあのこれはね、今考えてみたら、音楽がね、日常生活の中でいかに大切かっていうのをちょっと表現してみたかったから、あ、そういう表現だった、今そういうことでやってみたんだけど、どうかな、どうだったかね、どうかな、みんな感じてくれたかな、今音楽があったのとないのでこんなにも雰囲気が違うんだよ、俺のスピリッツを感じてくれたかなっていう感じでね、あー、なるほどね、まあ今ね、まあ、聞いてもらったと思うようにですね、まあ、7月22日の北海道大会から思えば、もうね、1ヶ月以上経ってですね、いよいよ今日東京の最後のフィナーレのフェスティバル95ということでね、今最初に出たのがね、その、あのオープニングの模様でしたけど、そうそう、テープカットをね、高村さんとね、家元でやって、そうね、まあ、その後高村さんの長い挨拶があったんだけど、それちょっと割愛させていただきまして、ちょっと2時間くらいありましたけど、かなり長かったんだけどね、それ切りました、はい、ということで盛り上がって、やってましたけどもね、でも気恥ずかしいもんでしたね、ちょっとさっき言ってきましたけど、
普段そのハガキでしかこう接してないみんなとこうやってなんか面と向かっちゃうとなんか何を話していいか分かんない、お見合いみたいな雰囲気だったね。そうそうそう、なんか緊張しましたよ。緊張する。で大体ね、うん、そのハガキやファックスの文章の雰囲気、字体の雰囲気からするね、うん、こっちのならイメージがあるじゃないの、うん、アンカツはこういうやつだろうとか、そうそう、ウンディーネはこんな感じだから、なんか違うんだよな。そうそうどうもね、ま、向こうもやっぱりね、普段ね爆笑問題のイメージとね、やっぱりこう実際見たことないから、うん、そういうの見たらあこんな顔だったのかとか思ったりするかも。で俺なんかさ散々さ、そうそうそうって俺ら一応さ写真も出てるしテレビも出てるんだ、いやいやだけどそういうのあるじゃん。そうそうそうってお前に言われたかねえんだよ俺だって、ね、俺なんかさやっぱちっちゃいですねとか結構言われたよ。やっぱちっちゃい、それはそういうことだろ。それは見た上での知ってる上での、あ実物とテレビの違いみたいな話のことの、そういう展開なんだよ。だから俺が言ったのはそうじゃなくて、俺もハガキの人みたいな感じでこう文通相手みたいな感じのこうやり取りやり取り、 やり取りそういう形でボケたかったわ。そうですね、うまくいかなかったけど、はい、今日はその東京大会の模様をね、中心にずっともうそうだよスペシャルで、そうだよ、やっていきたいと思いますけどもね。この後、早速その現在もですね、そう今もまだ円竹縄のはずだから、ギャラリーがね、集まってると思うんで、そことあの中継で結びながらですね、お送りしていきたいと思います、そこで、タッグフェスティバル95最大の功労者であるので、ね、太田家元と俺か、あと弟子諸君へのですね、 お祝いのプレゼント、いやいやファックスを募集したい、お祝いの、まあ、今日はですね、沖縄では小栗サイレンスが、そして大阪では、近藤が聞く会を会というのをですねやってると思うんで、今回盛り上がってるかよし、わかんねえじゃねえか、まあ、よくお前らの気持ちはよく分かったね、その辺からもね、ファックスとかもね期待したいし、いい、ね、他の普段のね普通の、これをやってるプレイヤーの諸君からもですね、ぜひお祝いのファックスを募集したい。ファックス番号います。東京03-3423-3377、東京03-3423-3377、太田家元、それから、スタッフでもいいですし、弟子の諸君へ ね、お祝いのファックスをお願いしたいと思います、はい、それでは今日も6時までですね、存分に楽しんでください。今日もロボットビルに行ってください。それでは今日の1曲目なんですけども、今日はですね、そこのギャラリーのに来てくれた人たちの中からですね、リクエストで曲をかけたいと思います、まず1曲目なんですけども、東京都杉並区の木下智博君からのリクエストで、森口博子、パラダイス。
ンレイヌ夏休みの王様。はい、ということで今日は東京大会、まあかなりの人が、ね、集まってくれて、集まってくれましたね、まあおなじみのね、おなじみの面々たちが面々もいるし、今日ここに集結する突っ走ってスパシってなんですか。いやいや、おなじみのメンバーもいるし、今日ここにタクは別に一度も送ったことないし、ハガキも別にね出したこともないけども、来たいから来たっていう人もいたでしょ。そうそう、あと木村拓哉とかも今日来たがってたんだけど、嘘つけよお前。本当にね、今日どうしても来たがってたんだけど、ちょっと用事ができちゃったらしい。仕事だろうそりゃ。でもちょっとね、今日ね来たメンバーの中でもう早速ね、ファックスを送ってくれた子がいるんで、グツグツ見たかったね。グツ今日来たでしょ。来てたよ。で帰ったんだけど、そっからもうね、あ、もう帰ったの。うん、送ってくれたんだけど、近いからね、タクフェスティバル95の最終地、東京大会は会場に入りきらないほどの人であふれ返っていました。ないね。スージーが行ったパントマイムでの挨拶は会場の笑いを誘いました。うまい。田中さんの司会も絶妙で、田中さん一人でしっかりと仕切っていました。うまい。とても楽しく最後を飾るにふさわしい素晴らしい大会でした。うまい。それでは東京大会の模様をお聞きくださいって、お前は司会者か。お前が仕切ってんじゃねえかよ。追伸、さよならと言ったのに誰も僕らが帰ったのに気づいてくれませんでしたね。来年もしっかりとやってほしいです。確かに気がつかれませんでした。いつの間にかいなくなってたなこいつ。夏休みのいい思い出になりました。爆笑問題さん並びにスタッフの皆さん、ありがとうございました。そしてお疲れ様でしたという。本当にね、ぎこちない大会でしたけどね。やっぱみんな ね緊張するしな。緊張しちゃ、俺が緊張しちゃったもんだって。そうそうそう、なんか面と向かうと気恥ずかしいんだよな。で終わった後ね、グツーな、お前探したの、あれグツーはグツーはってみんなで言ってたんだけど、グツーいないなって怒って帰っちゃったんじゃないかって、帰ったんじゃないか。グツーは牧師もらったのかな、参加賞のね。どうだろうね、もらってないだろう。いなかったもん、あの時すでに。送るよじゃあグツー、ね、住所またファックスで送ってください。はい、ということでこの、今日はね、家元直々に添削とかもしたし、やりましたね。ね、あとウンディーネとか、あの梶谷とか、遠くから来てくれた子たちもいたんでね、イベントも盛りだくさんでしたしね。だって俺 のやったバンドとかね、まあ時間があれば聞かせて。いや、そんなのやってねえだろ。あのサックスとかやってねえじゃねえか。じゃあちょっとその模様を聞いてみましょう。あの一言なんか言っておきたいっていう人ちょっと、そんないるかな。なんかちょっと一言言っておきたい。まあちょっと難しいかな、なんとなく。じゃあなんかちょっと面白そうな人、いやどうせ面白そうなのは彼なんだけど、じゃあ彼のちょっと作品をちょっと今日ね、今日作品を持ってきてくれたのは彼だけで、彼じゃあちょっとこっち、彼は今日どっから来た、何さんですか。八王子から来たスミと申します。八王子から来たスミ君、スミ君はですね、俺の真ん前に立つなよお前。本当にね、スミ君はいくつですか。13です。13歳、13歳ね、中学生ですか、ね、小6、中学、中学生、中学生で今日は、家元の、生添削をここで受けてですね、一応この黒いのがサザエさんの単行本だったんですね。10巻、はい、10巻でも9巻でもどっちも変わんない。いや、そういうことだ、それをだって家元は言っちゃダメじゃない。これは10巻なりの味わいが出てるから、これ10巻なら10巻だって分からせなきゃダメなんだよ。結構難しいことだと思いますけどね。一応添削してもらってですね、サザエさんらしさが欲しいと、もうちょっとで、サザエさんらしさなかなか出てるんだけど、出てんだけど、もうちょっとサザエさんらしさが欲しいと、それがこれです。で、85点ってこういう点数つけるんでしたっけ。そうでもないんだけど、まあ一応なんか赤いので書いてたら書きたくなったんで、なったの、ちょっと書いてみました。このね、今添削されてるスミ君っていうのがね、あのお母さんと、お母さんとね、お母さんももうあの毎日カンモク堂は必ず聞いてますって言ってね。嬉しいですね。いいお母さんでしたね。綺麗な人でしたね。なんか結構若いでしょ。原節子さんみたいです。すごいな。そこまで言うか。ね、でもいい雰囲気でしたね。今のちょっとこう改めてこうやってテープで聞いてみると、なんかこう後ろにちょっと軽快なチェッチェッチェッ、なんかちょっと変なね、あの昔の松本清張のあのパー映画のサスペンスのパーティーのパーティーのシーンで事件が起きる直前のなんか感じ、ああいう感じが出てます。ああいう感じ。
うん、まあああいうまあいろいろ添削やったり、うん、あとおなじみのね、うん、ウンディーネとかカジタニとか、うん、グズとかね、うん、そういう人たちもね、来てもらって、であと横浜大会の時の、うん、バイクリンと一人だけ女の子が来た、その女の子はね、ペンネーム佐藤さん、そうペンネームでわざわざ佐藤さん、うん、佐藤さん、佐藤さん偽名だろっていうことなんですけども、その人とかも来てね、はい、結構やっぱ盛り上がりましたね。それでね、今日はねスタッフのね人たちが昨日の夜中から徹夜でね、うん、チラシを作ってくれたんで、チラシを作ったここに今あんだけど、うん、このねだからね、これをですね、表参道で百何十枚ですか、150枚、150枚を配ったと、数字が3と1枚だから、でそのチラシの効果がありまして、うん、無事その中に4人も来て、4人も150枚配って、4人もじゃあだってみんな忙しいんだもん、4人もっつってんじゃない、もうですよ、ね、ね、うん、素晴らしいですよ、うん、その女の子たちだったんだけどね、これをね我々の爆笑問題の写真がついてるチラシなんだけど、うん、これをスマップにしとけばもっと集まっただろう、詐欺じゃねえかそんなの、お前そういうそれ集まんだろここに、うん、木村拓哉と中居正広が過ごすかいとか言ってそういうのをやって入場無料だ、そうそうそしたら元を集められたんだけど、それをしないでやったっていうのが偉いじゃないですかそれをしない、本当はできたんですよ、やろうと思えば写真はいくらでもあるんだ、やろうと思えばできるだろうけど、それをしないところが偉いな、マイケルジャクソンが来たるだってな、そう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 いいじゃない、別にプレスリー来たるってまあ大嘘だ、大嘘じゃない、そっくりさんだよ、なの来たとしたって、そういうのね、なんかあとファックスもね、いろいろ続々と、来てますね、続々とちょっと紹介したいんですけども、大石大からも来ましたね、大石は今日ね、電報っていうか電ファックスみたいのもね、ファックスは電ファックス電なんだけど、ファックスはもともと電話と繋いでるもんですからね、いわゆるほら電報でおめでとうって電報みんなな、ファックスがねちゃんと会場にも貼られてましたね、祝ファックスと言ってほしかったです、祝ファックス、そう、爆笑問題の夏休みの王様タク東京大会おめでとう、東京に行けなくて返す返す残念でなりません、今日の夕食は赤飯でお祝いします、北海道タクフェスタに来た人かっこ近所いらしてください、うん、大石の家に今日近所の人で、うん、タクフェスタに行ったやつね、うん、行けば赤飯耐えてくれると、なるほど、嬉しいね、それからね、おぐりさえです、おぐりさえです、ま、沖縄から、はい、祝タクフェスティバル東京大会開催おめでとうございます、はい、こちら沖縄も友人一同聞かせてもらっています、友人一同に前置きなしに土曜日集まれって言ったからタクって何、みんなタクを認識してません、どうしよう、まあいいか、そういう、うん、おぐりさえですくんからの、まだタク誰はいいけど爆笑問題って何とかな、そういうやつだっているんだろうな、ステラビューって何とか、うん、そういうのもいいでしょうけど ね、はい、うん、まあそういうで今日はね、まあ、そういう系もね、細かいところ草の根的な活動が大切ですから、そうですよね、タクというのはですね、来てくれた、ね、ここまで大きくなったんですから人たちの、名簿が今ここにね、うん、届きましたけど ね、今日参加者が全部で18名、これはもう上出来じゃないですか、これ、ね、名前分かってるだけで18名 で、その通りすがりの人もいましたからね、そういうのも入れたらもっと全然多いですからね、うんうん、見ず知らずの人たちもね、そう、うん、まあ、ウンディーネ、足立克実、うん、渡辺真一、スミ親子ね、うん、スミは3人いんだけど、うん、お父さん来てたんだ、お父さん、お父さんも来てたの、お父さん知らなかったね、お母さんしか、お父さんいましたか、うん、ねえ、グツー君、タネオ君、一家で聞いてるというね、ちぎら君とか、ね、千代田さん、まあいっぱい、うん、来てます、ね、はい、まあ今日はこの後、東京大会の会場ともですね、うん、渡辺君がまたレポーターとして行ってますか、ねえ、うん、広島大会に行ってさ、うん、あの子がね、うん、行ってますんで、はい、その模様もですね、うん、後で電話でつないでレポートしてもらったら、ね、あ、そうですか、うん、するし、今頃どういう状況ですかね、今頃は、ね、それこそもう今は一人一人が今度は芸かなんかやってる、いや、そういうそのぐらいの時間帯にはなってるかもしれないですね、そうかな、あるいはもう今度のタクフェスタに向けてのなんか集まって相談してるとかね、あ、自主的に、そうそうそう、あと会議とかやってたりしてね、今いや、もう議長とか決まっててさ、意見を出してくださいみたいな、はい、僕はなんつってそういうのやってるかもしれないですよね、今ね、ちょうど時間的には、ね、分かんないけどね、はい、はい、ということで、この後はですね、内田有紀ちゃんの夕暮れストリートキッズです、アイドルの家の方に急いでください、その後またタクフェスティバル東京大会の模様をお送りしたいと思います、ものすげーち、もうたまんねえな、おい、ちょっとさ、あたしんち来て一緒に頭がキーンとする話しない、内田有紀夕暮れストリートキッズサイド B 始まるのだ、
イエーイ。ゆきちゃんさ、忙しいの。もうね、今週だけでも忙しくって忙しくって5回くらい死んだんだけど、ゆきちゃんね、頑張るの。あのね、でもね、ゆきちゃん、みんながいるからね、幸せなの。ゆきちゃん、ゆきちゃん、あ、ゆきちゃんね、あのね、あー、どうしよう。あー、私は嫌な女か、本当に。内田駅、夕暮れストリートキッズ、サイド B。Your best friend back in town again to get you on your dancing feet. 暑いっすね、みんな。うちの駅です、私は。暑い時に暑い暑いって言ってるとね、余計鬱陶しいじゃない。だからね、今度から暑いっていう言葉の代わりにさ、音読みをして、いや今日はしょっすね、いやほんとしょうだねっていうことにしない。え、別に漢字読めないわけじゃないんだけどさ、もう暑くてぼーっとしてますな、みんな。ねえねえ、よくさ、嫌な女って言うじゃない。あの嫌な女ってさ、一体どんな女のことなんでしょうかね。私がね、思うに嫌な女っていうのは、あのね、なんかね、あのね、なんていうの、人が、例えばね、ちょっとややこしいんだけど、ブラジャーの紐が出てて、それを言わない人、それは嫌な女。それは嫌な女とか嫌な人間だね。あのね、どこに基準に置いてるかっていうと、ブラジャーの紐が電車の中でこう肩紐出てますよってこう言える人はいい女だと思うね。どういうこっちゃだかよくわかんないんだけど、とりあえずその紐が出てる出てないかを言える人は、あの言えない、言わない人は嫌な女。あとね、男の子の前でぶりっこするやつは嫌な女だね。私が嫌う嫌な女だと思う。なんか嫌じゃん。だって例えばうち女子校だったんだけど、女子校で例えばみんなでコンパして集まって、でもお前なんでそんな態度変わるっていうぐらい変わって、なんか妙にホステスみたいに動きのいいやつとかさ、ああいうやつってなんか嫌な女だね。あとそうだな、ミニスカートとか履いてなんかね、こうセクシーさを醸し出す、内田には絶対できない技を成し得る女は嫌な女だね。まあそんなわけでね、みんなは私の新曲&映画見たり聞いたりしてくれたんでしょうかね。無視したら死刑だからね、あんた。じゃあ曲の方はここで皆さんに聞いてもらいましょう。内田有紀で Baby's Growing Up。
内田ゆき、夕暮れストリートキッズ。あたし今年で20歳、夏休み特別企画屈辱子供に人生相談室。もうスタジオじゃこうだよね。ちょっとまあかなり大人の女の私としてはね、屈辱的な企画なんだけども、私のよ人生のヘビーな悩みをここにいるスペシャル、ヘビーじゃない、ヘビーじゃない、ヘビーね、ヘビーな悩み、あ、そうだよ、スペシャルゲストのガキ、いや失礼失礼、お子様方の先生方にね聞いていただいて教えをいただくっていうものなのよ。あんたボリボリポテトチップ食べてないでね、はいはい、いただくっていうものなのよ。だから納得いかないけど先生方を紹介します。じゃあまず角刈りの似合うクールガイ、天谷はじめ先生5歳、好きなものはウルトラマン、よろしくお願いします。よろしく、こんにちは。こんにちは。お姉ちゃん、はじめくん、なんで黒いの色？あのね、うん、あのね、何、日焼けしてから。日焼けした？日焼けサロン行ったの？うん、日焼けサロン行ったの？全部焼けちゃったの。嘘つくな、全部焼けちゃった。なんでこの縦じまは。あ、そうか、そうか。じゃあ次、あ、お腹見せないでいい、お腹は、お腹は好きな人に見せなきゃ。よくわかんないけど、じゃあ色黒の次、色黒のハンサムボーイ、白石よしと先生3歳、よろしく。よしとくん、何照れてんだよ。この真ん中照れてきた。照れてきた、うん、なんで？お姉ちゃん可愛いから。あー、何も言わないね。じゃあチューしたい、チューしたい、チューしたい、チューしたい。お前大人だね。じゃあ後でしようか。じゃあジャリタレ界のシャロンストーン、セクシーダイナマイト、なるみれな先生、7歳、イエーイ。よろしく、れなちゃん、あなたが一番頼りよ。よろしくね。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。かわいいね、本当にね。まあそれじゃあですね、あのとりあえず、まあみんな好きな食べ物なんか、まあ聞いてもしゃあないと。まあでもぶどう好き。ぶどう好き。れなちゃんもフルーツ好きなんだよね。何が好き？一番桃とりんごと桃太郎じゃねえよ。そんぐらいか。みかん？そうだね。だからお花ツルツルだもんね、れなちゃんね。梨も好きなの。マシも？あ、梨、梨ね。梨ね。何好き？よしとく。チンチン。やめやめやめ。え、なに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 ？なに？ぶっと。チンチン？あ、チンチン好きなんだ。そっか。自分のじゃあね、これから楽しみよね。もう一回チンチンって言ってもチンチン。そう、やめなさい、あなたも。はじめちゃん。はじめちゃん。座って。はい、座って。もうお姉ちゃんすごい暑いよ今。とっても恥ずかしいよ。僕も暑い。じゃあみんな裸になっちゃおうか。もういいや、番組変わっちゃうから。じゃあ私の最初の悩みを聞いてくださいな、先生。いいですか、お返事は。はい、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 じゃあ。もう、はい、じゃあいくよ。私はね、私ゆきちゃんって言いますね。ゆきちゃん、そう、ゆきちゃんよろしくね。ゆきちゃんよろしくね。ゆきちゃん知ってたんだけど知らなかった。知らなかった。そっか、じゃあこれからお友達だ。じゃあいくよ。あのね、早く結婚したいんだけど、私ね早く結婚したいの。どうしたらいいでしょうか。あのね、うん、誰、あのね、誰かとね、うん、でっかい人とこう、そう、私と結婚してって言うからね、結婚してると、結婚して、結婚して、結婚してくれると思う。誰かでっかい人と私と結婚してって言ったら結婚してくれると思う？うん。じゃあ結婚する相手はどんな人が似合うかな、お姉ちゃん。れなちゃん、うん、だね、始めました。あのね、かっこいい人が綺麗だ。かっこいい人が綺麗か。どっちだかわかんないな、それは。かっこいい人はね、一番ね、あのね、ベイビーって言うの。ベイビー？一番ベイビーって言うんだ。じゃあベイビー、ダーリー、ハニーみたいな感じ。オッケー、そう、あー、なるほどね。よくわかんないけど、そうか。ベイビー、ハイリー、ウォーラン。なんで、なんで、なんで、なんでないっすか。そうっすか。じゃあレナちゃんどう思う？私どんな人に似合うかな。優しい人。優しい、レナちゃんも優しい人好きなんだよね。さっき言ってたよね。大きい人が好き、体は。うん、お前興奮してどうすんの。初め興奮してお前大きくなっちゃってどうすんの。小さい。レナちゃんどんな子が好き。キーキー、好きなのか。よしとくわ。レナちゃんごめんね、もう本
もうダメ、君たちはおとなしく、おとなしくね、はい、おとなしくです。こういう、じゃあこういう二人は嫌だね、じゃあね。いや、うん、そうだそうだ、やめた方がいい、そうだ。じゃあ、じゃあ私、じゃあ次の質問、じゃあまあ結婚は、じゃああの大きくてあのチンチンっぽい人と結婚します。オッケー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 。それでレナちゃんはそれが嫌だと、オッケーオッケー、私は大丈夫と。よし、じゃ あ, あの写真集、あのね、あのね、じゃあね、聞いて聞いて、あのね、写真週刊誌ってあるじゃん、フライデーとかさ、あのフォーカスとかあるじゃん、芸能人が撮られるのあるでしょ、奥様聞いてる、そうそうそう、泥棒みたいに、そう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 、ね、そういうのね、盗み撮りあるじゃん、あの付き合ってる誰かがこうってね、写真週刊誌に私は撮られたくないんだけど、写真をどうしたら、どうやってデートすればいいかな、そういう時、あのね、チンチン、チンチンはもういいよ、チンチンも、ヨシト君がそれ好きだね、あんまりね、あのね、あんまりね、そういう、ね、人が、あんまりそういう人が、レナちゃんがおしゃべりしてた、レナ先生がね、なんですか、レナさん、あのね、あんまり、あんまり、そう、あんまり、そういうことはしないところで、あ、写真撮られないようなところでデートすればいい。そっか、じゃあ今度レナちゃんち使わしてね、今度ね。そうだね、そういう問題じゃないか、そうか、そうか、うん、ここんちにも綺麗なお洋服いっぱいある。あ、綺麗なお洋服、綺麗なお洋服、じゃあ貸してくれる？いいよ、ね、チンチン、チンチン、あもう、じゃあ分かったよ、じゃあチンチンのカツラかぶっていくよ。チンチンなんかおかしい、チンチン、綺麗なお洋服と結婚してね、楽しく、楽しく、楽しくなってね、楽しく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 暮らす、楽しく暮らしてね、分かった、ありがとう、いいメッセージを、サンキューよ。楽しく暮らすよ、まとめたね、今ね、ありがとうね。よしとくん、どっちだ、それじゃあね、それじゃあね、分かった分かった、じゃあはじめくんちとれいなちゃんちで私はデートするよ、今度からね、よろしくね、いい、うん、このうち白いよ、一番白い、一番白いか、そうか、タバコ吸ってヤニで汚さないようにね、これからね、気をつけてちょうだいね、チンチン、チンチンも、もういいや、チンチンも染みつけないようにね、はい、はいはい、ほんと、そうか、じゃあね、チンチン、チン、はい、敬語がね、あのね、私敬語がうまく喋れないの、よくさ、敬語っていうのは例えば、じゃあれなちゃんがゆきに喋るときに、まあ一応年上でしょ、私の方がね、そうすると、そうだな、これ食べますかって、例えますかって聞くでしょ、やっぱりチンチン、そういうのは、はい、チンチン置いといて、そう、それでそういうのを聞くじゃない、ちゃんと言えるようにね、言葉を、それをどう、私うまく年上の偉いさ、上司の人とかと、上司いないな、なんていうの、あのCM のそういう会社の人とかに、あの敬語が使えないのね、それでそれはどういう風にしたら、あのうまく喋れるようになるか、それを教えてほしいんだけど、何回もうちで練習する、何回もうちで練習すればいいか、あ、そっかそっか、何度も何度も同じように やってればいいんだ、じゃあでも突然さ、あの自分の練習してたパターンと外れちゃったらどうすればいい、どうすればいいと思う、あのね、線路に乗っかってね、線路に乗っかんの、それでね、あ、線路じゃなくて汽車に乗っかってね、汽車に乗っかって旅に出るか、うん、旅、旅、お、旅か、お、渋いな、アバンギャルドだな、ね、うん、あのね、ミッキーマウスのとこに行ったらね、うん、すごい大勢の人がいて終わってて、それでね、うん、それで島でね、うん、それで島でね、島に流されるか、島にね、うん、違うか、うん、泳いでプールに行ったりね、うん、あのね、店に行ったりね、うん、したらね、うん、いいこと、いいことあるか、うん、そうか、じゃあ分かった、まとめると、じゃあ家で練習して、それでちょっと旅に出て、そうそうそう、そうそうそう、か、分かってんな、お前も、そうか、それであのね、またね、そういうの、じゃあ一人でエッチすると、そういうことだ、オッケー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 、そういうこと、なになになに、僕んちね、僕んちね、僕のお風呂ね、一番綺麗だよ、一番綺麗か、それでね、でも一番綺麗だけど、はじめくんが入ると赤まみれにならない、ならない、ならないんだ、そうか、でも皮むけてるね、二人とも、やってないよ、やって、あ、ほんと、じゃあそんなことはどうでもいい、あ、肩は出さなくていいよ、お姉ちゃんも出てるよ、もう、それじゃあ、そうだね、こんな感じでよくわかった、キンキン、
とりあえずまあ収集がつかないと思うんだけど、あの頑張ってくれとしか言いようがないというね、そういうことがないんでね、私はね頑張るからさね、頑張るよお姉ちゃん。ねえねえ、僕の肩がラップになっちゃってるの。肩ラップになっちゃってるの？ラップ？早口で。ラッピー。ラッダッピーか。ラッピー。ラッピー。うん、なんだどうした？ラッピー。欲しいか、マイク欲しいか。そうか、でもね、あのね、マイクはお家に持って帰って、 あ、いいね、そのセクシーボイス、いいね、いいね、もうそんなとこいい気持ち、いい気持ち、お風呂で入ればいい、いい気持ち、はい、チャップチャップ、はい、そうそう、そういうことだから。じゃあ私、じゃあみんなで最後に、じゃあゆきちゃん頑張ってって言って、じゃあいい、せーので、せーの、せーの、はいはいはい、始めくる、せーの、せーの、ゆきちゃん頑張って、ありがとう、頑張るよ、頑張るかよ、こんなんでよ、ちくしょう。だこ、まあいいや。じゃあもうなんだかわかんないけど、先生ありがとうございました。もう、返事は？はーい。はい。はい。バイバーイ。ありがとう、みんな。終わったよ、終わった。みんな、外は暑いね。桜も咲いて雪も降ってるし、海に行きたいよね。でも出かけるときはお腹痛くならないようにちゃんとコート着てマスクしてヘルメットかぶるんだよ。内田由紀、夕暮れストリートキッズ B 面。いやあ、めっちゃ痺れるやんかいさ。ユキのバーチャルポエムスーパー2001。このコーナーはボディソニック社のご協力によりバーチャルオーディオシステムでお送りいたします。このシステムをよりお楽しみいただくために次のことをお試しくださいませ。まずヘッドホンをご使用ください。画面は内田由紀のスチールを3つの中からお好みのものを選び出し、ボリュームは大きく、部屋を暗くするとなお良いでしょう。その時お手近にある石鹸、香水、ペットのお腹などのいい匂いなものを嗅がれたりされますと、ことのほか内田由紀感が高まり大変よろしいかと存じます。それでは皆様、ユキのバーチャルポエムスーパー2001、存分にお楽しみくださいませ。早く早く、ねえ花火始まっちゃうよ、人がいっぱいだな、もうここじゃ見えないんじゃない？ねえ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 、こっちこっち、あのビルの上から見ようよ、早く早く急いで。バカ、どこ行っちゃったのよ、あーもうどこ行ってたの、一人でうろうろしてダメでしょ、どうしようかと思ったんだから、ちゃんと手つないでて、ギュッとだよ、そうねえ、じゃあこっち来て、いいとこ見つけたから。ねえ、ここのビルの屋上絶対いい見晴らしだと思わない？ここ入っちゃうよ。え？いいの？こんなフェンス。ねえ、ねえ、あ、こうやって登っちゃっていいの？おーい、早くおいでよ。早く、置いてくよ。そうそう、そうやってこれからも何度となく青春のフェンスを乗り越えなきゃなんないことがあるんだから。なんちゃって。だからね、冗談言ってる場合じゃないの。花火始まっちゃう、行くよ。ねえ、ちょっと待ってよ、はあ、一人でスイスイ行かないでよ、はあ、疲れた、ちょっと休憩、はあ、最近運動しないからね。始まっちゃったよ、早く見たい早く見たい、行くよ、ダッシュダッシュ、よし、あれあれ、ねえどうしよう、鍵かかってるよ、やだ焦る、もうね、しょうがない、
ちょっと下がってて下がってて。ビルの持ち主の人、ごめんなさい。もっと下がんなきゃ危ないよ。やったー、開いたー。ほら、びっくりしてないで早く屋上に着いたよ。うわー、すごい綺麗。すごいすごい。うわー、いいね。夏って感じじゃない？ねえ、花火見るのいつぶり？私ね、すっごい久しぶり。へえ、いいな。あれ、ちっちゃい時はさ、もっと花火が大きく見えたような気がするんだけど、気のせい？なんかもっと空いっぱいにバーンってキラキラってさ、空がさ全部花火なの。そんなんじゃなかった？え、私が大きくなったから？そうなの？そんなんじゃ大きくなるのってつまんないね。花火の他にもいろんなものが小さく見えてるのかな、大人って。私も大人になったんだね、きっと。だってそうだよ、ちっちゃい時はさ、お父さんと手つないで見に行ったけど、今は好きな人と手つないで見てるんだもんね。あ、ガム食べてる？私も食べたい。え？それしかないの？なんだ。ちっちゃい時ね、ガム食べると虫歯になるって食べさせてもらえなかったの。でも私も大人だからガム食べていいの。だからそのガムちょうだい、その口の中に入ってるやつ。全然味がないね。あー、今のすごい大きくない？すごーい。あ、ほら、柳、柳。キャー、何あれ、綺麗ねえ、綺麗だね。花火見てたらなんかキスしたくなるんだけど、これ大人？子供？ねえねえってば。もうどっちでもいいからキスして。もっといっぱい。なんと私の新しいアルバムが9月21日に出ます。イエーイ。もう少しね、あるんだけど、首をロングにして待っててちょうどいいな。そんでね、それにまあかこつけてというか、曲数が増えたから、とりあえず私デビューした時2曲しかないのにイベントやったからね、とりあえずそういう凄まじいやつなんだが、とうとう私のコンサートが秋にあります。すごいだろう、すごいだろうって私自分に言い聞かせてんだけど、ちょっとビビってます、うちだ。それでね、秋ってさ、めちゃ漠然としてるんだけど、とにかく秋なわけよ。それでその時はね、私と一緒に歌ってちょうだいな、みんな拳振り上げて。まあ別にプロレスやるわけじゃないから、そんなに気合い入れてこないでもいいんだけど、まあとりあえずそうだね、アイドルといえばピンクのハッピーとかそういうの着てさ、ハチマキとかして、うちわは必ずゆきちゃんって書いてないとダメよ、わかった？オッケー。そういうので、でもまあみんな来てくれるだけでもまあありがたいことで、とりあえずそういう生意気なことは置いといて、じゃあまあそんなわけでみんなもね、元気に暮らしておくれよ、私もそうするから。ではまた来週も再来週も待ってんだから、ちゃんと来てよね。内田ゆきでした。じゃあね、バイバイ。夏休みの王様からスーパーファミコンアワーのパーソナリティに加わった伊集院光という者です。
もう知ってるとは思うけど、スーパーファミコンアワーはスーパーファミコンとサテラビューをつないで遊ぶ画期的なバラエティ番組です。特に僕の番組ではこのサテラビューを使った超面白い企画やゲームのてんこ盛り、ぜひこれらの遊びに参加したいと思っている君、じゃんじゃん電話してください。東京03-5350-8686、東京03-5350-8686、大阪は大阪06-300-5555、大阪06-300-5555、任天堂サテラビューサービスセンターまで。朝10時から夜9時まで受付中。電話番号はかけ間違いがないように。それじゃまた番組で。転校しても手紙くれよな。誰が。サテラビューを持っている人だけへの美味しいデータプレゼント、夏休みの王様秘伝ゲーム速報。スーパーファミコン放送は夏休みの王様期間中も新作のお試しソフトが目白押し。今週は日本テレネットから8月25日に発売された話題のパチンコソフトパーラーパーラー2の全てのモードが10分間だけ実際に楽しめちゃうお試しソフトをオンエアします。8月26日土曜日から9月2日土曜日までの8日間毎日放送します。壁新聞社の番組ガイドを見て間違えないで受信してね。話題のパチンコゲームパーラーパーラー2の面白さが買う前に確かめられる。サテラビューって本当に美味しいですね。はい、ということで今日は全国タクフェスティバル95のフィナーレをやってる東京でね、表参道の、ラセゾンじゃなくてラメゾン、ラメゾンでやってるということでね、なんかさっきさ、あの家元がね、結構みんなで熱くタクにね、あの会議をやってんじゃないかとか、なんか次回の演劇のね役を、いやそんなことはしない、この役は誰がやりますか学級会じゃねえんだから、そういう結構ね、タクについて結構みんなで語ったりしてるらしいんだよ。あ、いいですね。その後のじゃあちょっとね会場の、様子をですね、渡辺レポーター、電話をつながっております。もしもし。だからタクっていうのはわざとらしいよあ、すいません、間違いですね今ちょっとタクについて話し合ってたもんで、今どんな熱い議論が、今ですね、会場の方は11人の方がまだ残ってタクの方を鑑賞されてます。11人も、あ、その中に新しく、放送っていうかイベント終わってから3人の方加わったんですが、本当に、高村さんのところの家族でした。あ、家族ぐるみでイベントに来てるということで、ですね、残ってて今先ほど、サテラビューのスーパーファミコンの方届きましたので、皆さんマガジンとか見ながら楽しんでる様子です。あ、今、この声が届いてるんだ。届いてます。あ、ね、どんな熱い議論の中にはどんな意見がありましたか。あの、タクというものが一色であるべきか二色であるべきか、なるほど、そこはねそこはいいところに気がついたな。これはね、あの、私も歴史の中でね、以前にぶち当たった壁ですから。あ、そうなんだ。それを超えてほしいと思います。一回あの作品でね、パソコンのキーボードみたいな、そうです、大石くんのね、作品がその種木、あれ種木使ったところがきっかけだったんですけど、それで確かにあの未来において進歩させていくことは大事だけど、ここは譲れないっていうポイントがあるんじゃないかっていう、そこでかなり揉めてたんで本当かよ、本当に生揉めてたの。自由というものはね、権利 の, あの義務の上に成り立ってるっていうのね、やっぱあるんですよ。だ、社会というもののあのできてる構造と一緒にね、やっぱタクっていうのは全部世の中のものの宇宙の縮図ですからね。宇宙の縮図だ、タクは。だからやっぱりそういうことはね、当然ぶち当たる疑問だと思いますよ。そうですね。みんなの残ってる人たちとの、まあ、あの他のなんていうの、新たな交流とか、そういうのは見られます。皆さんあの飲み物とか飲みながら楽しく話されてるようで、でですね、高村さんが、あれバーテン状態で皆さんからの注文を受けた飲み物、高村さん偉いって言ってたじゃん接待してる、そういう状態になってます。イベントが終わって我々帰った後に、結構あの、爆笑問題はどういうやつだったみたいな、そういうの話とかはしなかったですか、誰か。
一応あの参加者の方からは出なかったんですが、うん、あのセントギガンの方の方からちょっと、うん、どうに出るもセントギガンの人から嘘です、うん、びっくりしたよ。そうかそうか、はい。今後のなんか予定とか考えてることあるんですか、その会場で。これからですね、うん、プレゼント大会の方をやろうと思いまして、うん、今までのその偉人伝とかで出たあの豊臣秀吉さんが温めた、はい、わらじとかをあれね、サイン入れプレゼントしたりとか、うん、あとワリオの森のテレホンカードのプレゼントがあったりとか、うん、はははは大会をやろうと思ってます。なるほどね、はい、そこにあの秀吉さん の弟子とかなんか、あのいろんな人の弟子が行く可能性もあるね。そっちにね、うん、松尾芭蕉の、はい、ほらお供した空とかね来てる。あ、今トイレに入ってます。あ、今トイレ入ってんな。ねえ、楽しみですけどね。常連の人とかも残ってんのかな、うん、結構残ってます。足立勝美さんと、うん、リーネさんと梶谷さんが残ってます。残ってんだ、ね、はい、じゃ存分に楽しんでいっていただきたいですけどね。じゃあこの後もですね、渡辺くんがまあそちらでは格となり、はい、そうです、ね、時にはあの弟子となり、空となり、いろいろ頑張って大変ですけどください。はい、後でもう一回、つなぎますんで、はい、わ、うん、はい、かりました、はい、じゃあよろしくどうも。はい、お願いします。はい、結構やってんだな。いろいろやってると思いますね。ああ、うん、まあ渡辺くんもほらあの葉月のところの女だらけとかも言ってたから、言ってますからね、うん、結構あのそう仕切る場の雰囲気とか ねここでやっぱりいろいろ集まる機会めったにないですから、ああ、そこで宅というのはいかにしてですね、ああ、進歩していくべきなのか、ああ、世の中にとって宅はどうやって接するべきなのか、世の中 と、ああ、中とその辺をですね、うん、あのじっくりとですねあの会議してほしいと思いますけどね、うん、ああ、いろいろファックスも届いてるみたいですけどね、ファックス来ましたね、あの葉月から来てますね、はい、タックフェスティバル東京大会の開催おめでとうございます。もうファイナルなんですね、早いものです。広島大会の主催を爆笑さんから頼まれ、うん、いやいやながらもう引き受けした私ですが、うん、終わった後はやっぱりやってよかったと思いました。後悔してたらすげえな。この夏ついてないことだらけだった私にとって唯一の楽しい思い出です。 あと田中さんにハッピーバースデートゥーユーを歌ってもらったのもいい思い出になりました。 ありがとうございます。宅のコーナーはこれからもずっと続けてくださいね。はい、太田家元の作品を拝見して宅に目覚めてしまったので、そのうち何か作品を送らせていただくかもしれません。その時は採点よろしくお願いします。全国縦断宅フェスティバルも最後ということで、はい、家元の作品夕刻と田中さんの作品自画宅は何を撮ったものなのか教えていただけませんか。失礼ながらなんだかよくわからなかったものです。確かにね。追伸、新選組に関する書籍のデータを集めた同人誌を作りました。何それ。家元は幕末におかしいようなので、もし読んでいただけるようでしたらお送りしたいと思うんです。あ、そう、送ってもらえよ。高価なものでしょう。ということで、すごいな。まあなんかいろいろね、あれ何を撮ったのかっていうのは私はですね、いろいろまああのよーく見ていただくと分かるんですけど、うん、よく見りゃ分かるよね、うん、俺のはもう分かってると思う。自分です、思いっきり背伸びしたところですね。はい、はい、それからもう一枚ファックスいいですかね、うん、あ、来ましたね。近藤雅也、あの大阪でやってるやつね、うん、祝東京大会を生で聞いちゃうような回やってます、うん、やってます。はい、うん、江ノ目智和20歳、うん、二日酔い中頭痛、千葉さとみ14歳、うん、滋賀県より根性で来ました。おー、偉い。ねえ、たった3人しか集まらず寂しいです、うん、遅刻した人何か連絡ください、うん、しかも5時に江ノ目はバイトに行ってきます。バイトバイト、いまいち盛り上がってないのが現状です、うんうん、まあ、そういうもんです。千葉さんを見習ってくれよ、うん、関西のどうしよう、来年は多分タックフェスタを正式に開催する予定ですと、うん、というね、なるほどね、ことでございますけども、うん、はい、はい、ということで、じゃあもう一曲ここで曲を言ってみたいと思いますけども、これは千葉県の船橋市吉川正文くんのリクエストです。谷村由美さんで Not for Sale。
休みの王様。次々と祝ファックスがいっぱい届いてるんで、はい、また紹介したいと思いますが、はい、横浜市のバイクリン、はい、バイクリン横浜大会をやってくれたバイクリン、バイクリン、はい、東京大会おめでとう。いや東京大会行けなくてごめんなさい、うん、僕も行こうとしたんですけど、うん、どうした、外に出たら、うん、とてつもない熱気と、うん、頭上からの殺気を感じたので行くのをやめました。あ、それは来ない方がいい。いやでも俺わかんないです、熱気わかるよ、暑い、うんうん、頭上からの殺気ってのはすごい、それは大変だ、うん、ですが、うん、横浜大会に来てくれたペンネーム佐藤さんが来たのを知って、うん、ちょっと後悔したところで、うん、爆笑問題さん、なぜそんなに元気がないのですか。なんで元気あるじゃないかよ。元気ないって思った。なんで元気ないんだよ。さっきの、うん、多分大会の時の模様で、うん、なんか結構何元気なさそうに聞こえたのか、あれは緊張のため、うん、ちょっとね、ちょっとね、緊張しちゃったんだ、これだ、妙なね、なんか気恥ずかしいんだもん、うん、本当に、ファックス、あ違うわ、オグリサイレンスから、オグリサイレンス、また続報が、これね、うん、我々前半部分が終わった直後についた、うん、石田駅ちゃんのコーナーが始まった直後についたファックスなんですけども、うんうん、太田さん、田中さん、やばいっすよ、何、みんなが内田有紀の方に流れちゃいます。みんな宅なんてどうでもいいみたいです。こちら沖縄収集がつきません。幸先不安ですと、写真できたら送りますって書いてありますけどね。戻ってきたかな。もうね、うちゃゆきさん終わっちゃったから、終わっちゃったから、もう俺らだよ、ね、頼みますよ、もう逃げらんないよ、悪いけど、ね、みんなが勝手な行動を取り出したというね、まあ、よく誕生日会でみんな招待してみんな自分家のおもちゃで遊ばれちゃった時の、そうそうそう、寂しさっていう感じしますよね。もうだこっちはさ、漫画とかおもちゃとか飽きちゃってるから、もうそんなのいい、自分のだから、え、自分のだから、みんな珍しいから自分家の、そうそうそう、俺のおもちゃでみんな遊んじゃう、それぞれ別の遊び始めちゃって、そう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 、俺の誕生日なんだけどっていう、あとさ、そういうのドッジボールとかみんなでやんないんだけど、うんうん、もうさ、俺の誕生日一応俺が主役なんだけどさ、うん、もうやっぱガキ大将みたいのはさ、はい、そんなすっかり忘れてさ、てめえ絶対アウトだ今のとか怒り出しちゃってさ、そうそうそう、もうそんな誕生日なのに、そうそうそう、自分が主役なのに、うん、仲間外れにされちゃったりしてね、そうそうそう、あるんだよ、トリトリじゃんで全然入れてもらえなかったりしてね、チームに、はい、そういうのありますけどね、ところでね、マガジン今日はタクフェスティバルの、まあ、スペシャルでいろいろね、うん、今日はいつもと違うような内容のマガジンが撮れるんですけども、うん、上から2番目のところをですね、うん、見てください、はい、タクのコーナーが始まって丸3ヶ月、お今でこそ熱い支持を受け高い人気を誇るまでになったが、うん、ここに至るまでには30年にも及ぶ太田光家元の地道な努力があった。そうなんです。今日は家元の元へ集いタクを芸術の域にまで高めた門下生たちを紹介しよう。おー、偉い。家元太田光、俺だ、初段北海道大石岳13回家元の一番です。13回だよ、ね、偉いな、こいつは修行中、北海道高見広子、今日は高見広子も祝電を電報を送ってくれました、うんうん、高見ね、はい、高見流の確立しつつある、そう高見流、はい、これはまあ別にね、枝分かれして、うん、こっからまたつながっていく感じだからね、うん、ね、うん、からウンディーネ、これは愛知県から今日来てくれました、うん、来てくれました、足立克実、こいつも来てくれました茨城から、ね、先週あたりからね、うん、ミキミキ良くなったね、弟の、うん、ねえやつからね、これはね、うん、いいですよ、兵庫県ひねもぐら3回、うん、この辺がまあ結構常連で活躍してる、はい、であと見習いはバーっとほもりたびたんもげが千葉、あ、ちぎらかずや、今日来て、来てないですね、来てないよ、違いますね、同じ名字で別の人来てます、メラッパに、メラパに、スージーも一応ほら、うん、ね、AD 島崎くんもほら、うん、ね、そうそう、乗ったから、うん、北島ゆう、なんだろうね、うんうん、見た、インド、インド味、うん、木村、うん、大村、大村、西田、石田、あ、こんなにいるんだ、ね、田中翔吾、土井正勝、ロビンってやつ、石川県ね、うんうん、から矢部徹、戸田、島本、まあ、いっぱいいますけども、はい、今後も一層の精進を期待したいものだ、全ては君たちの力にかかっているということですね、はい、次これはね、作品が、うん、そのスージーの作品とか、ね、懐かしいですけど、ね、懐かしいね、作品がすでに、うん、まあ、この辺で結構ね、今日の大会にも、うん、掲載されてるのも、うん、ありますんで、キーボードなんてね、うん、2色のやつ、うん、これを見て楽しんでいただき、あれが物議を醸し出したというね、あれが発端だから、そうです、このキーボードがね、うん、タクに、タクは一色であるべき、うん、あるべきかどうかっていうね、これはね、一色派、二色派っていうね、うん、ちゃんとそのこれもちゃんとそういう流派では流派でね、そういうのでやっていけばいいわけです、なるほどね、うん、はい、ということで、他の
これ他はずっとこれは作品だけですよね。これはね、はい、すいませんでした。何を言ってるんですか。いや何ですか。何どうしたの。他のところをめくるのかなと思ったんですけど、うん、ファックスは他は以上。以上です。いいですね、うん、じゃあこんなところでとりあえず、じゃあ、まだまだですねお祝いのファックス、うん、募集したいと思いますんで、うん、ファックス番号もう一回言います。東京03-3423-3377、東京03-3423-3377です。こちらまで送ってください、はい、それでは、神奈川県川崎市、木野さとしくんのリクエスト、堀ちえみでリボン。今日は全国縦断タックフェスティバル95のフィナーレ東京大会の模様を中心にお送りしてますけども、はい、うん、実は今日はねその会場でアンケートを取ったんですよ、うん、来てくれたみんなで、ね、で、マガジンの方の上から3番目の東京大会のアンケートはっていうところがあるんですけども、どんなこと聞いた。こんな
ここに書いてあるようにですね、この日を待ちわびていた人、たまたま通りかかった人、無理やり連れてこられた人、東京大会に足を運んでくれたお客様に聞きましたということで、書いてありますんで、宅の芸術性を理解できましたかとかね、宅を見た感想は、どの宅が気に入りましたか、今回の作品の素材以外に宅に撮ってみたいものは、太田光家元の一言というふうにあるんですが、実際じゃあその集計しましたので、2、3やってみたいと思いますけども、まずはあるんですか、今から読むんですね、読むんです、八王子から来たすみくん、あのさっきねサザエさんの宅を取ったという子ですけども、はい、親子でね、親子一家で来てくれました、お父さんお母さん、はい、宅を見た感想は、グッ、ん、グーですか、まあ、グーって伸ばしてグッドとかだったら分かるんだけど、ひらがなで一言グッグッですね、はい、芸術性を理解できましたか、黒かった、うまい、いやうまいのこれ、なるほどな、理解してんのかな、そうきたか、あそう黒かったか、分かった、はい、今日の作品の素材以外に宅に取ってみたいものは、バクテリア、人間的だな、人間的だこれは、次、お母さんです、お母さん君のお母さん、宅を見た感想は、素材で味わいがあり、とても良いと思います、あごめんなさい、素朴だ、素朴で味わいがあり、素朴で味わいが、お母さんも素朴で味わいがある人でしたけどね、そうですね、からペンネーム佐藤、佐藤ちゃん、あのバイクリンの一緒にやった女の子、バイクリンの彼女、彼女じゃない、宅を見た感想は、見慣れているものを宅で見ると味があっていいと思いました、まあ初めてのこう見た人 の, あのよく持つ感じなんですけどねそれは彼女はもう横浜大会も行ってるしね、まあ、そうまだ初心者です、でもあそうか、今日の作品の素材以外に宅に撮ってみたいものは、猫の手、あ猫の手も撮りたいって感じですね、お大石大輝がおってさちょっと猫の手撮りすぎないでくださいよ、猫の手も撮りたい、あ借りたいとかけたのか、お前じゃねえかお前だろあいやなろうまあしょあと種尾くん種尾くんなんだよ種尾くんって今日来てたんだけどね種尾いいと宅を見た感想は、いいと思う、だけれど、だけれど何物が粗末になってもったいないなんだそれを言っちゃおしまいだよお前それを言っちゃおしまいなんだよですって、自分でも宅を取ってみたいと思いますか、検討してみる、こいつ検討中検討すんだって、渡辺真一、宅を見た感想は、ここまでブームになるとは思わなかったブームブームブームなんだよブームね、芸術性を理解できましたか、多分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 ね、今日の作品の素材以外に宅に撮ってみたいものは、万里の長城、あだから言ってんじゃない、だから言ってんじゃない、これはいいよね、万里の長城、これはだからみんなで集まって今度さ中国宅ツアーとかさ、みんなで宅人口をあの増やしてね、集まって取りに行けばいいんだよ、大丈夫かな、できるかな、大丈夫ですよそんな、そうかな、続いて、ウンディーネ、今日の作品の素材以外に宅に取ってみたいものは、スペースシャトル、あいいかもしれないな、田中家の猫、猫の手も取りたいわ、結構猫みんな取りたいわね、猫取ったやついたじゃない、大石大輝かな、確かあの猫の額を取ったやつ、っっあ額が、高みが額で、高みが額 であの手も手もあったね、足、足をな、いや手だか、手も足だよ、足だよね、太田光家元に一言、結構痩せてますね、まあ痩せてますよね、俺はだから宅のために痩せてんだけどね、これなんで、だって自分でやっぱ精進しないと、だから俺とかあの豆腐とか、あの山菜とかしか食わないからみたいなベジタリアンなんだ、精進料理だからそうなんだ、そうだよ、そうしないとやっぱ本当にやっぱ精神的に磨いてから宅を取らないと、ダメなの、宅に迷いが出るから、あーじゃあ炭とか今日はね、だから俺は全然もう痩せる、あのもう47キロだからね、こいつ身長175センチなんだよ、そう5センチサバ読むなよお前170で、47キロです、痩せてるよな、足立克実、痩せてるよなっつって痩せすぎだよ絶対、宅を見た感想は、なんでお前にそんな文句言われてるの、いや文句じゃなくて心配してんだから心配すんな今さら別に、かみさんがだって35キロは痩せすぎだよ、宅を見た感想は、そんなことは関係ないだろう今ここで、はい、
ここで持ち出す問題ではないだろう。あたちかつみ、はい、感想、はい、生きててよかったと思います。あー偉い、うん、芸術性を理解できましたか、うん、十分すぎるほど理解できました。本当かな。自分でも卓を取ってみたいと思いますか、うん、散々取りました。太田光家元に一言、来年もまたお願いします。うん、なるほど、ね、もうストレートな。足立克実ってのはでも可愛い子だったね。可愛い子だったっていうか男の子なんだけど、なんか、ね、美少年って感じのね、うん、なんか可愛い顔してた、ね、うん、弟も可愛かったじゃんこの間の作品でさ、ね、うん、なんかね、アイドルジャニーズとかに入ったら結構いけんじゃねえかみたいな。そこはあっくんとか呼ばれてさ、あっくん、あっくんなんて、足立のあっくん、TOKIO とかのメンバーでもおかしくないよあれ。ああまあな、少年忍者とかさ、そういうのメンバーでもおかしくないよ。ああそういう少年忍者とかさ、そういう少年忍者、少年忍者なんで何回も言うんだよそれは。少年忍者はい、少年忍者ってなんだよ。じゃあ曲いってみたいと思います。猿飛サスケ、うるさいよお前は。アルビーでメリーアン。Maximum power.
スーパーファミコンアワー爆笑問題の夏休みの王様。今日ですね、会場に来てもらったみんなにさっきまあアンケートを取ったんですけども、はい、その項目の中にね、一番印象に残ったタクはというまあアンケートがあるんですけども、はい、その結果をもとにこれからですね、上半期タクグランプリと準グランプリを決定したいと。いや緊張するな。なんで？なんかこれでだってほらレコード売り上げとかにかなり。レコードはどこに出てんの？そうでしょ。いや運じゃなくてさ、まずは。得票数第2位の作品、まあ、準グランプリですね、うん、これを、発表していきたいと思います。それではプレイヤーが選ぶ1995年上半期タク準グランプリは、準グランプリはウィンディーネのレモン。お前のレモン、あのレモン車輪がどうのこうのってね、これはね本当素晴らしい作品でした。ああそうですか、うん、梶本次郎の作品の中にレモンという、あレモン、短編小説があるんですけども、ね、それを彷彿とさせるそういうこと 作品だったと。文学性 の、うん、あの香りが漂うですね。ああなるほどね。非常にあのなんていうのかな、あのレモンというあの作品の中には、うん、あの梶井のレモンの中には、うん、レモン爆弾としてあれをですね、うん、本 の、 あの上にちょっと置いてですね、逃げるっていうね、うん、あのいたずら心、うん、あれと似たようなですね、 あれを彷彿とさせる、なるほど、うん、ものがありましたね、うん、はい、非常にいいと思います。準グランプリを受賞した、新鮮な感じがしました、はい、うん、このウンディーネ君、ね、みずみずしなんて俺が喋るということにした。ウンディーネはどうしたんですか。あのこれからちょっと送るものがあるので、それは説明して、はい、あの準グランプリを受賞したウンディーネ君にはですね、はい、ちょっと豪華な卓じゃ額に額に入った、うん、私の取った田中の取った卓をプレゼントしたい、うん、かわいそうな。これはあの非常にですね不服だと思うまあ準だから、準だからね、まあもうちょっと自我卓なんですけどね、うん、まあしょうがないですね、はい、さあそれでは、はい、いよいよグランプリの発表に移れさせていただきたいと思いますが、はいはい、今日会場にご来場いただいたこの中に入ってんですね、うん、わざとらしいギャラリーの皆さんが一番と判断した作品を発表します。プレイヤーが選ぶ1995年上半期タクグランプリ受賞作品は、大石大輝キーボードに決定いたしました。おいしい、おめでとう。今日は、ね、これはですね、あの本当にキーボード、先ほども言いましたように、はい、あの赤と黒のコントラスト、うん、はい、あのタク、まあ、タクにおける、うん、その色使いということで、うん、いろいろ物議を醸し出して、1個の問題を提示をした、うん、提示した。でも今反対派のさ、うん、連中がさ、うん、あの表参道のギャラリーでさ、うん、いやだからこれをねグランプにしちゃうっていうところが問題なんだよとか言ってたやついるのかな。いやこれは本当にいろいろね、そういう分かれていく道、うん、これは避けられない道ですから、うん、それでもしねこの宅の理由が嫌だと言うんだったら、うん、私に反旗を翻してですね、うん、あの自分でうん、作ってもいいですよ。ああ、うん、そう思います。まあね、うん、分かりました、ええ。いや、別にこのキーボードっていうね、作品が、うん、別に2色だから選ばれたわけではないんですよね。これはね、もうね、うん、要はタクというのはですね、うん、1色だ、2色だ、3色だ、うん、4色だ、そういうことにこだわる、小さいね、うん、そんなことにこだわるんじゃないんですよ。5色以下はダメですよ、5色以上は。なんで5色以上は許さないんです。ダメなんだ。私は5色までは、4色までは許します。5色からはダメなの。当たり前じゃないですか。わかんねえよその差が。だからまあそういうね、うん、細かいことにはこだわらない。こだわってんじゃんあんたが一番。なんで4色まではいいっつってんだから。細かいこと、ね。だからそういうことにこだわらずにやってくれたこのキーボード、そして現代の文明をね鋭くついてきたというね、うん、この大石大輝のあの批判製品、うん、精神、精神、精神じゃない。精神。そういうのにいろいろ私も感銘を受けました。はい、これは私の、18歳の頃の作品でタイプライターっていうのがある、うん、
それを非常に思い出しました。嘘だ。そう似たようなやっぱ、ええ、過渡期なんだろうね。じゃあね。そう思い出しました、ね。はい、おめでとうございます。見事グランプリに輝いた大石大輝くんにはですね、豪華額に入った家元作の卓を、はい、プレゼントしたいと思います。はい、おめでとうございます。さて続きましてはですね、磁場の登場です。僕の細道です。 Ladies and gentlemen, welcome to 磁場 world。 磁場の僕の細道。どうもこんにちは。こんにちは。私は磁場のインテリジェンス担当坂田です。はいはい。そしてこう目の前にいるのが、はい、今日は首筋にキスマークをつけているたくみくんです。お前何言ってんだよ。冗談じゃないよお前。バカなの言ってんじゃない。さあそういうわけでですね、今日はタクフェスティバルの東京大会。ああそうなのね、うん、みんな頑張ってるということで、ね、ああそう。お前知ってるタクって。何タクフェスティバル。タクって分かってんの。なんだかタク。ああなんでタク。いやタクっつってまあ魚タクぐらいかな。まあよく分かんないな俺。何言ってんだよお前。首筋に立派なタクつけてんじゃねえだよバカバカなこと言って。お前ねそっから離れろよお前。冗談でもいいけど。さあ我々もですね、タクフェスティバルに負けないように張り切っていきましょうか。うそれだプロジェクトルームジバー。さてこのコーナーは毎回ある一つのテーマについていろんなアイデアを出していくというものです。ああそう、ね、前回出したテーマ、ね、今回のテーマはお祭り。お祭りかよ、ねまあ、今日はタクフェスティバル東京大会というのがありましてテーマをお祭りにしました。あそう。で先週アイデアを募集したところですね、はがきがですね、2枚。あ2枚も来たの。2枚来ましたよ。すごいじゃん、ね、ちょっと読んでみましょうね。さすが私の方の1枚とかね。北海道紋別市の、高見ひろ子。あ高見ひろ子 ね、あったらいいなお祭り、全国各地のお祭りが一堂に会してお祭りフェスティバルをやったらその土地その土地の名産をいつに食べられていいのになぁ。一応な PS 坂田正信って映画波の数だけ抱きしめて出てた人でしょ。見てないから顔知らないけど。じゃあ言うなよお前な。まあこういうやつにはね血祭りにあげるってのはどうだ。おぉダジャレだね。ダジャレ好きだね。ダジャレ好きだね。お前の方一枚。俺もね来てるよ、北海道紋別市高見ひろ子だ。また高見じゃねえかお前それ。あ来てるんだよ。じゃあこれ今回実質1人。これそうだよ、ね、1人しか来てないんだよ。俺らのお前細道はお前紋別しか繋がってないのかバカロマンとに。冗談じゃないかお前ら本当に。おいなんだっけウィンディーネだっけ。頼むよ一つ。ウィンディーネか。頼むよ。いいねかじゃねえんだよバカロンって。お前何そのノートはびっしり書き込まれた。お前なんかアイディアあんだろ。いろいろもう祭りといえば俺だからね。じゃあ一個披露したんじゃないよ。一個披露してもらおうか。俺が考えた祭りはね、腹ました男祭り。おあえらいこっちゃえらいこっちゃよいよいよいよってのさ。お前またダジャレじゃねえかよバカ野郎お前。いや他にお前そんなんで済むだろう。お前お前エジソンとか野口で集めたお前偉いやっちゃ偉いやっちゃでも何でもできるじゃないかバカ野郎。そうだけどさ他にも夢の救援バットがうなるぜ火を吹くぜ4番ライト祭りってのはダメか。もういいよお前本当にダメか。あ俺今考えたこれどうだ。あなんキス祭りね。まだそこに繋がるのかお前。冗談じゃないよ。いや引っ張るよ引っ張るよ本当に。いやもう引っ張らないで頼むよ。本当によこんだけか今日は。何がたくさん。いやまあどうでもいいけどな、まあこうやってハガキもらってんだからさ。ああそう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 、ね、そうハガキもらったんだ。なんかこれあげようか。やっぱねなんか餌でも引っ張るしかないな。こうなったらなんか募集してさ、いいやつなんかあげようよ、ね、次からな。じゃあというわけでじゃあ次回のテーマは何しようか、じゃあじゃあね秋はね、やっぱ美味しいものが美味しい季節じゃない、魚が美味しい、ね、寿司屋どうだ。あ寿司屋ね。寿司屋これ結構やりやすいだ。あ結構いいかもしれないな、お前だとどんな寿司屋があったらいい。俺だったら例えばさ、ファーストフード寿司屋ってこと。あ例えばさあちょっと兄ちゃんイカくれよ。なんでいつもお前なんだ客はどうでもいいけど。なんかシンプルなんだよ。だから兄ちゃんちょっとイカくれよっつったらさ、イカ一つプリーズってのと。プレイヤーのみんなこんなつまらないのじゃなくてユニークなアイデアどしどし送ってください。何がつまんないんだよ。宛先言っときましょう。郵便番号150、東京都渋谷区神宮前 2-4-12 セントギガン夏休みの王様ジバ、僕の細道の係まで。あ俺のね彼女のね、来てないからさ。だから彼女募集ってのさちょっとだからそのキスマークをさなんとかしてくれよ。だからその前にそのタクをよ。いやいやこタクかこれな。よくわかんないけどさそれからねファックスも一応受け付けてるから。あそう、ファックス番号が東京03
3423の3377、うん、03-3423-3377、はいはい、こちらの方までお待ちしてます、はい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 、というわけで来週のこの時間はキリングセンスがお送り出します。わらわらジバットは次は再来週の木曜日。木曜日なんか話が違うよお前。だん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 なんかお前ジュングルジュングルになってい っちゃってお前なくなるんじゃないか俺らのなんか嫌な予感がしてたよ。冗談じゃないよお前。深夜になるんじゃないかって気がするけど、後ろ何言ってんだお前は本当に。冗談じゃないよお前。何にも言ってない、笑ってるだけだ向こうで。そうかそうかというわけで再来週の木曜日、はい、木曜日にお会いしましょう、はいはい、それではさようなら。ジバシアター、昨日今日面白い顔してあげましょうね。バーン。かわいいベイビー、はいはい、かわいい、あーかわいい赤ちゃんですね。さあお風呂に入れてあげましょうね。どうですか、気持ちいいですか。かわいいベイビー、はいはい、かわいいベイビー、あららかわいい赤ちゃんですね。おじちゃんがミルク飲ませてあげましょうね。ほら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 、子守歌歌ってあげましょうね。はい、ねんねんカラリア、あカラリア、ぼやよかた。さあ朝でちよ、そろそろ起きましょうかね。あっといて、あ、ごめん、俺寝てた。連続タイガー CM 僕の名は第11話、やっぱりディレクター。1995年の夏、あれから6年、謎のギタリストとの出会いが元政の人生を変えていた。店を捨てギター抱えて夜の新宿をうろつく元政。一曲いかがですか。いらねえよ、帰れ帰れ。うわぁ、絶対びっくりなるんだ。絶対無理じゃん、このデブ。おっと、来た。またまた現れた謎のギタリスト、彼はなぜあんな汚い言葉を浴びせたのか。謎が謎を呼ぶ連続タイガー CM 僕の名は、来週第12話、やっぱりディレクターその2をお送りします。乞うご期待。続く。スーパーファミコンアワー爆笑問題の夏休みの王様。見事上半期グランプリに輝いた大石大輝から早速ファックスが届きました、
グランプリにしていただき大変嬉しいです、うん、今日は最高の日です、うん、赤飯にメロンもつけようと思います。あー偉い、ね、これからのタクは芸術的と面白いものの二刀流でいきたいと思いますという、あーなるほどね、新たな決意まで芸術的なものと、うん、あのギャグ、うん、二刀流で、二刀流で、あ偉いねこいつは ね、だから日々ねそうやって、うん、あの自分をねこう作り変えてる、作り変えていく、その辺がですね非常に偉い、うん、やっぱ王子はね、王子は、うんうん、まあね下半期もまああるかもわかんないしね、そうね、そういうね、うん、あの王子がいると思いきや、うん、片やですね、うん、あの小栗さん第3弾今日はなんかさ東京大会の模様よりも沖縄大会の、うん、沖縄の模様の方がよくわかるじゃねえかよ。小栗サイレンスですね、うん、大変ですまたかよ、みんな勝手な行動を取り始めました漫画パソコンゲームボーイ言わんこっちゃねえ、みんな団体行動を乱さないように男子5人うち3人たく興味なし、自分を含めて2人、自分とイレ2人でタクを語っています。イレイ君っていうのがいるらしくて、はい、そのイレイと2人でタクを語っているという、そういうでイレイから一言、はい、タクって何だそうです、受験生がこんなことしていいのか、そのイレイからまた来ました。イレイってなんだイレイ、イレイ君、どうもイレイと申します、はいはい、オグリの友人です。ジバタク何ね、はあ、いい加減にしてください。オグルのやつは、うん、タクを一生懸命説明してましたが、うん、なんだか分かりません。それと、うん、ジバ分かりません、うんうんうん、そういうね、うん、ファックスが来ましたけどね、しょうがないね、まあまあ初めて今日聞いたんでしょうがないよ、それはしょうがないよ、うんうん、これをきっかけにだね、うん、あのイレとか言った、うん、その、 あのお前もね、うん、あのタクに目覚めるよ、目覚めて今日をきっかけにしてですね、うんうん、だからオグリはオグリサイレンスは、うん、そう引き込むんだよその辺から、そっからな、うんうん、そういうことしないと、なるほど、はい、うん、さあそれでは、全国縦断タクフェスティバルの東京大会、うん、会場はまだ人がいると思いますんで、うん、繋いでみましょう。もしもし渡辺くん、はいはい、どうですかその後は。ですね、タクについて語り合った結果、うん、3つの派閥に分かれちゃいました何、どういう、ですね、うん、2色は邪道派っていうのと、うん、さっき家元が言われたような、うん、4色まではかっていうのと、4色まではか、うん、あと他にですね、うん、紙は画用紙でもいいんじゃないかっていう、あ、そっちの問題があるのか、なるほど、そう、紙は画用紙でもいい派っていうのは、あの2色でもいい派とダブってたりするわけ、ダブってたりもするんですけど、うん、基本的に藩士の話になるとやっぱり、あーなるほど、ね、あ、じゃあそこまで割と気があって話してるんだけどその2色でもいいよねいいよねっつって話してるんだけど、で画用紙でさ、ちょっと画用紙ってこうなるわけね、そこでちょっと掴み合い寸前で、あーそういうあれなんだだけど渡辺君、はい、バラバラじゃねえかよみんなで、え何やってんの大体いやいやいや、まあ普通にいいけど、実際は、サテラビューを通じて話し合ったりとか、あと新しく友達ができた方もいるようで、まあこのタクっていうのはね、一つの、私はもうですね、タクをきっかけにですね、もっと新しい世界が生まれることを私はタクの創始者として望んでますから、まあな、これを踏み台きっかけにしてもらって結構なんです。それで、あ、じゃあタクじゃなくて我々がもっと別のジャンルを作ろうよ、そういう話ならもうそれはそれでいいわけです。やっぱ広い家元は考えがね。だから私はもう全然そういうのはね、後で抜けたいっていう人に対してそれを追っかけてってどうしようとかね、そういうチンケなあれじゃないですから。ただ5色以上は絶対ダメ。いやそれは許せない冗談じゃないですよ5色以上ちょっとさ、他のまだ残ってるさ、ウンディーネとかに変わってもらおうか。あ、ウンディーネとか、はい、どうかな、ね、はい、わかりました、ちょっと変わります、はいはい、だいたいウンディーネは何派なんだろうね。何派でしょうね。二色はウンディーネ。おはようございます。おはようございます。準グランプリおめでとう。あ、どうも。なんで嬉しそうじゃねえか。月木にございます。何言ってんだよ。こっちとかぶっちゃって今なんかちょっとギャグっぽいこと言ったのかわかんないけど、よくわかんなかったよ、うんうん、ウンディーネは何派なの。へ、何ですか。へじゃねえよウンディーネはその二色派。僕虫歯です。虫歯なんだ、ね、そういう歯もあったね何言ってん、うん、2色は邪道かな、それともいい。いえ、僕は画用紙です。あ、画用紙なんだ。画用紙派閥なんだ。画用紙でもいいってことでし
やっぱ画用紙とか遣唐使はいいと思いますよ、ね、ああ遣唐使ね、うん、まあそれは別にね、うん、特にね阪神じゃなきゃダメとは家元は言ってないからな、うん、だからウンディーネは今回まあ準グランプリに選ばれたわけだから、うん、これからやっぱりねあのそういう自分のウンディーネにとってのやっぱり卓を背負っていくね、うん、責任っていうのが、うん重くなったわけだこれから、うんうんうん、だからやっぱり君は君でそういう自分の、理屈をですね、うん、きちっと持って持ってねそれでみんなを指導していっていただきたいはいわかりましたはいウンディーネさ、はい、一応俺の地堅く送るから、うんうん、はい、うん、まあ今日そこにかかってるの持ってっちゃってもいいのかもしれないけど、うん、そのまま持ってっちゃっていいんだけども、うん、大事にして ください、うんはい、わかりました、はい、なんだよ、その言い方はよついでのようなまあいいや、じゃあちょっと、梶谷かなんか変わってもらおうかな、うん、はい、わかりましたなんだよ梶谷くん、梶谷くん、はい、どうすか、うん、楽しんでる、ですね、はい、僕の意見を言わせていただきます。あ、いいよいいよ、どうぞ。地球っていうのは、ゼロから始まったじゃないですか。なるほどね。だから、タクもゼロから、だから色なしで、全てゼロから始まるのが、本当の姿だと思うんですよ。あ、じゃあ、2色とかはダメ。そう、1色もダメです。1色もダメ、はい、どう見たらいいのかな。1色を編み出すことによって新しい宅の世界が広がっていくんじゃないかと。あ、うん、で、物理的に不可能だって言ってる人は、もう進歩しないと思うんですよ。なるほどね。で、ところで梶谷は なんていう宗教に入ってんのかな。え、なんていう宗教に入ってんのかな。宗教、宗教は、入ってないです。入ってない、はい、いや だからね、やっぱりそれは一つの意見だと思うよ。でも本当のこと言うとですね、良ければそれでいいと思うんですよ。そう、本人が良ければってことでしょ。本人が良ければそれでいいじゃないか。うん、まあやってて楽しければいいんじゃないかなって、うん、そういう細かい理屈は抜きにして、はいはい、そうです。まあそれが大事だ、ね、それは大事だな、うん、そういう心のゆとりを持たないと。またそこでね、なんとあーでもないこうでもないって言ってもしょうがない、何もそこから生まれてこないから、うん、なるほど、偉いですね、ね、確かに。じゃあちょっと大人ですね。足立克実に買ってくれる。はい、足立くん、美少年、美少年、美少年、少年、少年忍者の可愛いからね。アンカツ、アンカツ、はい、どうですか。足立くんは、足立くんの意見を聞かせてもらおうか。え、何がですか。いや、何がですか。え、タクはどういう風に進歩していくべきかというね。うん、難しいよね、な、うん、まあでもね、足立くんは本当にね、アイドルになればいいと思う。そんなことはもう関係ない。どう、なんでもあるじゃねえか。なんだっていいじゃねえか。いやいやいや、本当ね、美少年ですから。ただね、アンカツはまあ、タクも頑張ってるし、うん、あとイベントね、ワリオの森の、そうそう、あれもやっぱすごいんだよな。やっぱり大変ですからね、あっちも。あんだけ早くね、7分台だっつってましたからね、ね、今7分台、うん、はい、今7分台なの。あー、一応、ね、なんか知んないけど、一回ランキングから消えちゃったんですよ。嘘、なんで。あー、知らないです。あ、何、出したのに消えちゃったの。あ、ずっと出てたのに消えちゃったんです。それまた出し直したわけ。はい、あ、そうなんだ、戻ったのか、ね、あ、よかった ね、まあ今日は茨城から遠いとこ来てくれてね、うん、まあ、いろいろ熱い議論があるようです。まあそういうことで、足立くんはなんだろう、この人たちっていう感じの、参加しきれない感じのありますね。まあこれからも楽しくやってください。え、うん、いやってな。じゃないよお前。いや、じゃあまあやんなくてもいいけど、うん、じゃあ番組終わってからもまだそこに残っててもいいからね。渡辺レポーターに買ってください、うん、はい、今日はありがとう。もしもし、もしもし、はい、お電話かかりました。まあ いろいろやっぱ意見は分かれてるのはよく分かったし、うん、はい、あとその会議自体に興味がないやつもいたのも分かったわ、はい、うん、あっぱれちゃいました。まあいろいろあるからね、まあね、まあ、これが第1回目のタクフェスティバルということですから。そう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 、これは上出来です、うん、やっぱここまでのね、議論になったということは、そうですね、はい、うん、ということで渡辺くんも今日はいろいろ一日中大変でしたけども、はい、いえいえ、渡辺くんの感想は、うん、僕としては、うん、僕やっぱり考えが古いから一色かなっていう。一色、ええ、うん、それはそれでやっぱり守っていく人がいるべきなんですよ、うんうん、まあな、うんうん、そういうことだと思います、今日はどうもありがとうございました、はい、みんなにもよろしく、はい、気をつけて帰ってください、はい、わかりました、どうも、はい、うん、
まあ結構でも楽しく残ってるしね、みんなね。ね、はい、それではね、ちょっとメニューの4番目をですね開いてください。26日はタクの日であるという全国縦断タクフェスティバル95、7月22日北海道大会を皮切りに全国6カ所を縦断したタクフェスティバル、各会場へと足を運んでくれた熱いハートを持ったタクファンは以下の通り、みんなありがとう。ここにタクフェスティバルに来た人たちの名簿がねバーッと載ってますんで、よっちゃんのとこの大会よっちゃんとこれ塚本ヨーマンって、うん、ってか読むね、どう読むか分かんないけど、これがデブカズヤなのかな。あ、デブカズヤはいないんだ、欠席だもん、友達なんだな。バイクリンと佐藤ね、いろいろ出てますこうバーって出てこれはね自分のね、あ、こう思い出とともにですね、見ていただきたいと思いますね、はい、はい、ということでまあこんだけの人間が参加してこれはだから、まあ、始まりですからね、あのビッグバンだということでね、あ、さっきやっぱね、似たようなことをですね、そうそうそう、ゼロからスタートというゼロからスタート言ってましたけど、これがやっぱり始まってですね、でも先ほども言いましたように、タクというのはですね、私はあくまでもきっかけでいいと思います。きっかけでね、これによってですね、あのタクフェスティバルに集まって初めての出会いがあって、そこであのサテラビューというものを通して、しかもそのサテラビューの中のタクというものを通してですね、出会いがあって、そこであのまた新たなものが生まれれば、もうタクは捨ててもらっても構わないですから。タクはもう捨ててもらってもいいんだ。そう、新たなものを作り出すパワーがあれば、それはそれでもう素晴らしいことなんです。なるほど、タクはもうその中にはもう自分の中にもうあると。そうですということなんですが、はい、今日ですね無事フィナーレを迎えたことを記念しまして、8月26日を、タクの日、これを似てる似てる26というのをですね、どんどん崩していくと、タクになるっていう、これは素晴らしい素晴らしいアイデアです。誰がこれ考えたの、これすごい、これ島田君考えたの、島田君素晴らしいわ、これはいいわ、うん、ねえ、だからまあ8月26日は大タクの日なんだけど毎月26日もちょっとはタクのことを思い出してほしいね、思い出してもらいたいですね、あと36日でもなるな、でもまあ、16日が一番近いような気がします、いやもう26日はタクの日ということで、上本はもう今日は散々言いましたけども、最後なんか言っておきたいことってあります？まあ先ほどのね、タクフェスティバルの会場でも最後に言いましたけれども、サテラビューというこのね、今年始まった、世の中で、世界中で一番新しいジャンルの、メディア、この中でも、タクというこの芸術、このアート、これは言ってみれば世界で一番今新しい。そうです、私は30年やってますよでも言うとは30年ジャンルとしては一番新しいこのタクというのを通して、この世の中の変化に触れていただいたこの味わい、いかがでしたでしょうか。なんだよ、いかがでしたでしょうかってどうも家元はさ、話してるとさ、途中でなんかこうやっぱバスガイドみたいになっちゃう、ね、違うキャラクターに、なってくるっていうのはありますけどね、それがタクなんです、はい、ですから、この新しい息吹を、我々のこの今ね現在へそ出しルックとか、パンツ見せルックとか流行ってますけれども、ね、それ以上に新しいこのタクというものをですね、感じられた人々は新人類、まさにニュータイプと、ニュータイプ呼ばせていただきたいと思います、はい、まあ新人類って話をして何かと思いますけども、かなり懐かしい曲が流れてきましたけど、オフコースでイエスノー。
い、ということで今日は全国縦断タクフェスティバル95東京大会の模様をですね、はい、東京表参道の会場と中継で結びながらお送りしました、うん、ファックスの時間がある分だけ読んでしまいましょう、はい、ぷよぷよ兄貴、あ、来ましたね、先週ね、先週の 山形大会では、うん、東方不在にもかかわらず、うん、たくさんの方々がタクを鑑賞してくださって、うん、本当にありがたく、結構ね、いっぱい来てくれたんだ、大の目で芳名帳を拝見したところ、うん、宮城からわざわざ猿俣誠治、サルマタ先生来たんだ、サプチャイの火曜日ね、有名の来てくれていたことを知り、うん、嬉しいやら申し訳ないやら、いやいやいや、何のお礼もできませんが、うん、せめてこの場を借りて感謝の気持ちを伝えさせていただきたいと思います。あ、よかったですね、次の機会がありましたら、うん、ぜひ今回の分もおもてなしをさせていただきたいと思ってますので、うん、また山形にいらしてください、うん、それから仕事から帰った後、予定通りタクを魚に一杯やらせ、うん、やったんだ、一杯やらせてもらいました、うん、なかなかおつなものでしたそりゃそうかと付け加えさせていただきます、うん、今日は多分この時間は具体と2人で、うん、弟と2人で、うん、東京大会を聞いていられると思いますので楽しみにしてください、うん、それじゃあ家元田中さん頑張ってください、うん、やっべー仕事に遅れる、あ、うん、まあいいか、うん、ね、ぴよぴよ兄貴ご苦労さんでした、はい、サプチャイのね、サルマタ誠治もありがとうございました、ありがとうございました、それから、三宅島からペンネームグーデンおかず、ああもう終わってしまうのか、うん、来年は三宅島でやってほしいな、何はともあれ無事に終わってよかったですね、というですね、三宅島からも来てくれてるということなんですけども、うん、はい、これからも優秀な作品はどんどん送ってください。宛先は郵便番号150渋谷区神宮前 2-4-12 セントギが夏休みの王様土曜日宅の狩りまでですね、はい、作品とそれを撮った時の写真コメントも添えて送ってください、はい、それから来週なんですか、その前にワリオの森のちょっと、タイムレースモードのですねランキング、これはもう毎回もう皆さん知ってると思うんで、壁新聞社に載ってありますんで、そっちの方も見てください。来週は探し物スペシャルっていうのをやります。今探してるものやもう一度見てみたい、手にしてみたい懐かしいグッズなんかがですね、うん、あったらファックスで教えてください。スタッフが全力でこれを探し出します。だから逆にね、めったに手に入らないものとかもう誰も持ってないだろうなって自分がこう自慢できるようなグッズがあったらですね、同じくファックスで教えてください。自分のへその緒とか持ってこらせてもらえますか。そうじゃないですけどね、ファックス番号は東京03-3423-3377、うん、東京03-3423-3377、うん、探し物の、スペシャル係までお願いしちゃって、来週また変わった、うん、またね、一転してこう次から次へと新しいものにどんどん波のように来ると、これがすごいところです。はい、そういうことで我々はまた来週火曜日にお会いいたしましょう、はい、バイバーイ。サテラビューを持っている人だけへの美味しいデータプレゼント、夏休みの王様秘伝ゲーム速報。スーパーファミコン放送は夏休みの王様期間中も新作のお試しソフトが目白押し。今週は8月25日にアローマから発売のはちゃめちゃぶっつけバトルゲームコロンランドが実際に楽しめちゃうお試しソフトをオンエアします。8月21日月曜日から28日月曜日までの8日間毎日放送します。壁新聞社の番組ガイドを見て間違えないで受信してね。マルチタップにつなげば4人までいっぺんに遊べちゃう。コロンランドの楽しさが買う前に確かめられる。サテラビューって本当にお得ですよね。